こんにちは、ヒーロー TV のヒーローです。今回はナックトレイルインニセコ30キロに出場させていただきました。そこの会場が家から、2時間ほどかかるので、前日入りしまして、その前日に泊まったところがゲストハウスだったんですけれども、これがまたすごくいいところで、自然がすごくて、カヌーあり、五右衛門風呂あり、焚き火でマシュマロ焼いて食べる、あと料理もですね、もつ鍋あり焼肉ありと、すごいいい充実した前夜を迎えられました。レースの当日なんですけども、絶好のラン日和で、ちょっと若干暑かったんですが、非常にいい景色を見ながらのトレランができました。ただやっぱり過酷な条件、ニセコアンヌプリの山頂2回登るという非常に過酷なレースで、途中なんかその DNF もちょっと考えたりしたりしたところもあったかなというところで、ちょっとその動画を見ていただきたいと思います。このチャンネルでは春から秋はランニングと山登り、冬は山登りとあと BC バックカントリーのスキーなどを、やってますので、もし興味がありましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。スタート前です。スタート前20分前目立つ二大巨匠芝生前クロス。あっち。すべて始まってるね。早く行きたい。まだちょっと。まだな。あと3分潰さないといけないから。あと2。5、4、3、2、1、ゴはあ、1.4日まだ。一平ちゃん、頑張ろう。
6.8 日。すごい綺麗だね。6.8、綺麗に見える。よし、5キロ着くか。1時間14分。10キロ通過。ペース12分51秒。いやー疲れた。いやーすごい天気が良すぎます。これはもう全然走れません。下りも怖かったかな。前に一人見えるぐらい、後ろにも誰もいない。暑い、暑い、暑い。ああ暑い、暑い。何キロ来てんすか今。あ、次の給水所って。あと10キロぐらい。10キロぐらいですか。ありがとうございます。登って裏側の開くのスキー場。冷たい。湧き水だから。すごいさ。深夜だね。そうなんですか。ありがとうございます。組み立て最高。組み立て。やっぱ組み立てと違いますね。ね。美味しい。これ美味しい。ね、美味しいわ。美味しいわ。いいですよ。お疲れ様です。トイレ行ってこよう。ありがとうございます。
めっちゃきついですね。じゃあ。15キロ通過、平均ペース14分8秒疲れた。あれが頂上だ、あとは平坦だ。よっしゃー、頑張るぞー。頑張るね、ナイスです、ナイスです。ございます。気持ちいい。ありがとうございます。すごいいい天気だ。じゃあ、どうぞ、どうぞ、頑張るね、すごいね、すごいすごい、あとちょっとだから頑張るね、すごいすごい。残念ですが、18.41 で痛いですね。なんかもう、下りも歩くのもきついぐらいに、きつくもなってきて、すいません。20キロ通過。あっちゃん、あー疲れた。いやすごいね、ちょっともうここ濡れてるから、あー私あーそうだ、沢からすごいゆっくり歩いていこうと。じゃあ笑ってくれるから。あーなるほど、さすがです。正しい。いや頑張った。途中リタイアしようかと思ったけど、なんとか25キロまで来れました。いやきついわ。25キロ通過。あと3、4キロよくわかんねえな、ガーミンは張ってねえのかな。さっきは20キロ地点であと3、8キロですっていう風に言ってたんで、なんか、その場合だと、28キロがゴールになります。
こっち、あ、あかんのかな、きついな。あ、じゃあ、裸足になってたの、あのぬるぬるだったから。刈り取ったばっかりだから。あれは痛えわ。あれ水もないんだっけ。水もなんもない。あ、飲めない。ケータ。ああ、そうだ。無事ゴールできました。疲れた。何しました？みやちゃん何分だったん？50分。すごいね、釣っててもそこで頑張れるのは。なんかおばちゃんのお給を聞いたのかな。1回釣っただけで。ああ。ちょっと危なかったけど大丈夫。すごいわ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ナイスです。いただきます。あ、うめえ、うまい。いかがだったでしょうか。ご覧の通り、まあ、18キロ地点でちょっと DNF も考えたんですけれども、そこの後のエイドで、まあ、スタッフの方に、まあ、勇気づけられたわけじゃないですけど、まあ、もう急騰はないよみたいなこともちょっと聞いたりして、まあ、そういった情報もあり、なんとか完走することができました。またニセコアンヌプリを下るときに、本当小さな、まあ、小学生にもなってないような小さな子が登ってきたのを見て、ちょっとすごいびっくりしまして、思わず声をかけてしまいました。本当に今回のレース、まあ、厳しくて、まあ、毎回ちょっと完走無理かなというふうに思ったところですけれども、なんとか完走できたので、今後もちょっと鍛えて、もうちょっと楽に走れるようにしていきたいと思っております。このチャンネルでは、まあ、ランニングとか山登りをメインにやってますので、ぜひ、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今回レースが終わった後に、視聴者の方から、声をかけられまして、まあ、本当に嬉しかったですね。本当に嬉しくて、まあ、なかなか私あの地味な顔してるんで、声がかけづらいと思うんですけれども、ぜひ見かけていただいたらですね、ちょっと声をかけてくれると非常にテンションも上がり、動画作成のモチベーションもぐぐっと上がりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。